はい、熱処理設備の水質管理専門、冷却等の水処理や水のかかりつけ医、株式会社セールスエンジンの杉山です。こんにちは。はい、今回はですね、冷却水ピットについてですね、お話をしてみたいと思います。冷却水ピット、よくですね、冷却棟の、真下とかですね、それとか冷却棟に併設してですね、タンクを設けたりとかですね、そういったピットやタンク、冷却水を確保するためのですね、貯蔵といいますかですね、冷却水ピットなんですけど、そもそもですね、何のためにこのピットがいるのかということなんですが、このピット、まず冷却水をですね、循環させるときに、冷却塔の中だけだとですね、水がさほどですね、水を貯めることができないんですね。水槽が小さいといいますか。で、そのためにですね、例えば設備側に水がですね5トンぐらい必要になると、1回こう戻ってくるときにですね5トンぐらいはこう保有する水が必要だという場合、冷却棟の中にそんな水がですね溜めることができませんので、運転をですね、循環ポンプの運転を開始しようかしたらですね、すぐに冷却棟の中の水はなくなってしまいます。なので、こう立ち上げるのにですね、非常に、手間がかかるというので、そこでですね、設けるのが冷却水ピットになります。冷却水ピットにですね、まず水をですね、貯めておいて、設備側に仮に5トン必要であったらですね、大体通常3倍ぐらいのですね、容量、5トンだったら15トンぐらいですね、の容量のピットをですね、設けておいて、そして循環ポンプ、水を張ってですね、ピットに水を張って、循環ポンプをスタートすればですね、5トンぐらい水を一気にこう持っていかれると。その時ピットの水位はですね、ぐっと下がるんですけど、またその5トンの水はですね、循環をして、戻ってくると。そうするとですね、次第に今度ピットのですね、水位っていうのは運転中はですね、落ち着いてくるということになります。はい、いずれにしても設備側のですね、で使用する水が非常に量が多い場合はですね、必ずこの冷却水のピットっていうのを設けてやる必要があります。あまり容量が小さすぎるとですね、全部水持ってかれてしまってですね、すぐポンプがエアを噛む、そういうふうな状態になります。なので、建設当初からですね、この冷却水のピットの容量っていうのをですね、よく検討をしておく必要があります。はい、当社ではですね、そういった冷却水のトラブルに関してですね、今冷却水のですね、無料診断サービスというのを行っております。こういったペットボトルにですね、水を汲んでいただいて、当社の方にですね、お送りいただきますと、水の分析をですね、行いまして、今どういった水の中に含まれている成分がですね、トラブルの原因になっているのかとかですね、じゃあそれを改善するためにどうしたらいいのか、そういったアドバイスをですね、行っております。ぜひですね、冷却水のトラブルでお困りでしたら、冷却水の無料診断サービス、ご活用をいただければなというふうに思っております。はい、熱処理設備のトラブル激減、10年経っても安定稼働、熱処理設備の冷却水の冷えがもうむちゃくちゃ悪いなとかですね、冷却水が詰まってしまうてもうむっちゃ流れんとかですね、そういったトラブルでお困りでしたら、セールスエンジと検索をいただけますと、弊社の詳しい情報をご覧いただけます。どうぞよろしくお願いいたします。